はい、どうも KB です。今日はですね、前回、セッティングをこう変えたっていう動画をアップしたと思うので、今回はそのセッティングを変えた状態でちょっと音を出してみようかなと思うんですけど、ですね、前にそのマイクもこう立てれるようにっていう話をしたんですけど、ちょっとまだミキサーを準備していないので、EAD10 のみでこのシャンパンタワードラムをこう演奏すると、まあ、この辺のタムはもちろんいいんですけど、こっちの上の方のタムに行くとどれだけこう音がうまく取れないのかっていうのを、ちょっと、ね、検証したいかなと思いますね。で、以前に比べてハイハットも若干遠くなってしまったので、そこも多分ちょっとハイハットは音が遠くなったりとか、ちょっとボリューム下がったりとかすることもあるかもしれないので、ちょっとその辺も含め、検証してみたいと思います。はい、どうだったでしょうか。やっぱりね、この辺上の方ですよね。まあそんなに使うことはないんですけど、とはいえこう使った時にこうあまりちゃんと音もこう入らないし、まああとヘッドの問題もちょっとあるんですよ。こっちハイドロリックって言って、ちょっと抑えられてしまうヘッドが貼ってあって、こっちの方がコーテッドアンバサダー張ってるので、圧倒的にこっちの方がパーンってで音が鳴ってしまうので、なので本来多分ヘッドを入れ替えた方がいいのかなっていう気はしております。だからそのヘッドを変えるともうちょっとバランス合うのかなっていう気もしなくもないんですけど、まあマイクを2本こう立てちゃった方が早いのかなっていう気がしております。でどうせもう2本立てるんだったら、なんかスネアにもなんか多分立てちゃうんじゃないのかなっていう気はしております。なので次回できるのかな、ちょっとミキサーをちょっ と別の場所から回収してこないといけないので、ちょっとそれが回収できて、持ってこれたら次回にはこうそのていうかな EAD10 のみ、マイクのみミックスとかっていうのができればいいかなと思っております。そうするとね、こういかにこう上だけで撮ってるとか EAD10 だけ撮ってるとか、そうするとどう違うかっていうのも分かると思いますので、やってみたいと思いますね。なので次回かどうかちょっと分かんないですけど、なるべく早めにできたら、その動画にしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。